油もう古漬けのタコは7月にしかできんやって。あ、そうなんや。あれ美味しいわね。うん、俺生で食べてもかまんもんやけど、きれいね。まあね、人参はいや、けど綺麗に、ね、丁寧にやらんと美味しいな。おお、うん、今回はいかんし、うん、難しいね、加減が。もうこっち向いてないかな。そうだね。これはもう塩加減一つやきね。うん、もうお塩だけで味付けるやき。これが辛すぎたり甘すぎたりしたら絶対美味しい。難しいんやね。何にも入れない。まあね、確かに。きんぴら。いや、いろんな方法があるときに、うん、おばあさんはこれでやっずっと、うん、ちょっと辛すぎた。あ、そう。油でテカテカ光るような感じしたらいかん。おお、入れすぎたらいかん。油の男の子ってもいかん。おお、簡単に言うけど手間暇かけちゃらんと美味しいものができる。まあね、料理は愛情を込めて、時間込めて、うん、育てちゃなんていうか、もうちょっと油持っても構わないから、うん、ちょっと入れろ。うん、捨てたのがもったいなかったね。これはいかに違うっちゃ、あれを作るためこれ生で食べても構わないやつ油。うん、これほらちょっとツヤが出たらほら、うん、ツヤ出たかどうかわからん。ほら、もう言われたらそんな気もする。とにかくこまめにやらんと美味しないわ。うん、出来上がった。はい、食べてみや。いや、あのあ、味見はせんと楽しみにしとくわ。大丈夫かね。
かこの小麦粉くらいね、おいしくない。うん、よし、えい。これが入るきね。うん。すごいね、それだけの量が入るやね。2本。うん。できるとないね、この包丁は汚したこの間。はん。わかるな。うん。切れ目入れとかんと、縮るで。うん。ね、これ好きだ、豚を。ふん。この間も何も汚すきんとれで。うん。ちょっと厚めやって2枚で、あんまり。これはね、生姜焼きするときおばあちゃんこれ使える30秒で、焼いてからちょっと30秒絡めたら味が染み込むばかり。うん、なんでそれが美味しいの？焼き目に仕上がるみたいな。それから、絡めて長いこと焼いたらフライパンも汚くなるろう。うん。で、これで。ほら、これは切り目入れついたなんて、これは切り目はね。うん、わ、豚の強烈な匂いがしてきた。豚は一応通さないじゃん。うん。お腹が全く、お腹が全く空いてない時には結構パンチのある匂いやね。今空いてないの？朝は量食べるの。朝一番食べるんだよ、飲み物は。うん。ほら、こんなになる。これちょっと辛いの。今豚がよう焼いてます。ちょっとこれ厚めに切ってもらうだけ。そう。